皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。さあ今日はですね、ドライバーとアイアン持ってるんですけども、今日やる内容はドライバーが打てるのにアイアンが打てない、またはアイアン打てるのにドライバー打てないんだよね。このドライバーとアイアンのスイングの違いについてちょっと今日はね説明していこうと思います。これね、大事なポイントとしてあるのは、ドライバーもアイアンも、まあ、スイング一緒なのに、ホニャララがホニャララしてるから、ホニャララなんだよね。今日はホニャララについて説明していきます。はい、これ結構ね、いらっしゃいますよね。アイアン当たるのにさ、ドライバー打てねえんだよ、みたいなね。いっぱいいますよね。まあ、それはなぜなのかという話を、今日は分かりやすくやっていこうと思います。ではやっていきましょう。ではですね、早速やっていくんですけども、まずドライバーとアイアンで大事になってくるのがインパクトの形の違いです。この違いとは何かというと、例えばアイアンは地べたにあるボールに対して当たるので、このような形になりますよね。この時クラブフェースに対して手の位置はこのように前にあります。これがアイアンの当たる時の形ですよね。で今度逆にドライバーはボールが地面よりも上にあります。ティーアップしているので、その関係で当たるときこういう形になります。ですのでヘッドの位置がここで当たるときに、手の位置はここです、後ろにあるんですね。これがドライバーとアイアンのインパクトの違いだと思うんですけども、これがねやっぱりねスイングを別物に考えてしまいやすい状況に陥らしている原因ではないかと思っております。で、今回このような赤色の棒があります。まあ、これボールの位置だと思ってください。このねギャップを埋めるための練習方法、これねすごいシンプルなんですよ。単純に構えた時のスタンス幅に気をつけてもらうだけです。日本プロゴルフ協会のレッスンプロはアイアン打つとき、ドライバー打つとき、フェアウェイ打つとき、ゲーティングティー打つとき、すべてにおいてボールの位置は左足かかと内側の延長線上というところに置いてくださいねという説明をしています。でアイアン打つときっていうのは今9番アイアンです。9番アイアンだったら球上がりますよね。足幅としては2つ分、スイングの最下点がボールよりも左に来る状態で構えて、両手の位置は左目の下なのでこのような構え方になります。もうすでにクラブフェースに対して両手の位置がちょっと左にある状態、この形で構えて打っていくとこんな当たり方ですよね。まあ、インパクトの形ではこういう形になってます。でドライバーは同じボールの位置で構えていきます。左足かかと内側の延長線上という位置、この位置に対して足幅というのが靴1つ2つ3つ、だいたい3つから4つ分くらいというふうに言われています。そうすると左脇の下、要はスイングの最下点はボールの右に来ますよね。両手の位置は左目の下なのでこのような形になります。これもう構えた段階で手の位置とクラブヘッドの位置関係が違いますよね。ですので自分であえてハンドパーツを作る、自分であえてハンドレイドを作る、そんなことをしなくても自然に振っていけばしっかりドライバーはドライバーらしいスイングになるということ。単純な話なんですけど、きっとね皆さん聞いてて、いやいやそんな単純じゃないよと、そんな簡単に良くなるわけないじゃないかときっと思うと思うんですよ。ではなぜそれが単純にならないのかという説明をしていきます。で多く の, このドライバーとアイアンのギャップに悩まれている方っていうのはアイアンがやっぱりね上手なんですよね。アイアンの練習量が多いと思います。
テストでアイアンでこうやって手元が前に出る練習っていうのをすごくしてると思うんです。でそれが癖づいてしまったことによってドライバー要はヘッドが走ってくんだよねっていう動き、この動きが手をこねている感覚になっていると思います。故にそれがダメなんじゃないかと思ってできないんですよね。ですがそもそもスイングっていうのは物体が揺れる、ね、日本語訳すると揺れるという意味合いです。これはクラブヘッドが揺れるんですよね、こうやって、ね、という言葉の意味合いで考えてたらこの動作の中にたまたまボールがあるから当たった時に手が前に出るだけだよね。要は自分で作る形ではないんですよね。ドライバーに関して言ったら地面よりも先にあるからこういう形で当たるだけだよねっていう、ただそれだけのシンプルな話。でもこうやって癖ついちゃってる人っていうのはこの癖を少しずつ薄めていかないと。どうやって薄めていくのかって言ったら右手です。右手の人差し指と指この2本を外しましょう。じゃあクラブ握ったらこのような感じ外してください。そうすることでブレーキになる親指と人差し指がなくなるのでクラブが重さによって自然とね自分の手を追い越していくという動きができるようになります。そうすると自然にクラブがパーって抜けていくのでヘッドが走ってます。ドライバーも同じですね。スタンス幅を足4つ分、両手の位置は左目の下、親指と人差し指を外して、はい、打っていくとこんな感じで軽く前に飛ぶようになってます。言ってることは全然難しくなかったと思います。今日はボールの位置直してね、スタンスを考えてね、で右手の親指と人差し指を外して打つとヘッドって自然に走るよっていう内容、こういう練習をしていただくだけでドライバーとアイアンのギャップっていうのを埋めることができるので今日はこの日、今日はこの日っていうのがなくなります。すごいシンプルなんだけど、簡単な内容なんだけど、まあ難しいよね、やるとね。でもやると絶対効果がある内容なので、ぜひドライバーとアイアンのギャップで悩んでいる方はこういった練習を頑張ってみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。この動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。